少し話を聞いてもいいですか？あ？なんだよあんたら。この村じゃ見ない顔だな。ええ、実は失踪した子供たちについて調べているんです。おお、そうなのか。何か知っていることがあれば教えてくれませんか？手がかりになりそうな情報だよな。何でも構いませんよ。失踪する前の子供の様子でも村の様子でも。そういえば気になるもんを数日前に見たな。何でしょうか？馬車だよ。村で馬車を見たんだ。馬車ですか？それほど珍しいものとは思えませんが。いや、馬車自体が珍しいわけじゃねえさ。商人の中には馬車に乗ってくるやつもいるからな。ただ俺が見た馬車は貴族のものだったんだ。貴族の馬車？商人の馬車とはやはり違いますか？ああ、見た目が随分と豪奢で、それに貴族の紋章が描かれていたからな。この村で貴族の馬車を見たのは初めてだったから、随分と違和感があったのを覚えているよ。貴族の馬車か。確かにルーリットの村でも見たことがないかな。紋章ってことはそこから所属だったり家系なんかを突き止められるかもしれないね。ではその紋章について詳細を教えてもらってもよろしいですか？ああ、もちろんだよ。必ず子供たちを見つけ出してくれ。失踪した子供たちについて調べているんですが、少し話を聞いてもよろしいですか？おお、子供たちについてか。しかし、助けになりそうな情報は持っとらんの。どうした？この首飾りが気になるのか？随分と立派だと思って。あ、いえ、すいません。いいんじゃよ。わし自身自分でも不釣り合いじゃと思っとるからな。これは皇帝に仕えていた頃にもらったものなのじゃ。あの四皇帝の一人に仕えていたのですか？ああ、北帝国皇帝にな。ずいぶん昔の話じゃが。それならば北帝国にいる貴族に詳しかったりしませんか？貴族に？まあそれなりにはの。ではこれを見てください。失踪した子供を探す手がかりです。この紋章がどの貴族のものか知りたいのです。ああ、これはおそらくオーレシアン家の紋章じゃな。聞いたことないな。オーレシアン家の人にはどこに行ったら会えますか？邸宅がある場所を教えよう。行ったところで会えるとは思えんが。それでも行ってみます。ありがとうございました。ええ。
ここがオーレシアン家の邸宅だな。貴族の家だけあって立派だね。早速話せるかどうか聞いてみよう。止まれ。ここは由緒あるオーレシアン家の邸宅だ。何者をも入ることは許されん。俺は北セントリア修験学院上級修験士のキリトです。実はある事件を追っていて。修験士だと？修験学院の学生がこの場所に何のようだ？だから事件を。当主からは何者をも邸宅へ入れるなという命令を受けている。話だけでも一度聞いて。その必要はない。直ちに立ち去れ。あっちは貴族ですし、やっぱり難しいですね。ちょっと待って、アリスの権限で邸宅へ入れてもらうことはできないの？もちろん聖豪騎士という身分を明かし邸宅へ入れてくれと頼めば相手はそれを許可するでしょう。しかしそれは衛兵や貴族が絶対に拒否できない命令を下すのと同じことです。オーレシアン家が失踪に関わっているとわからない以上、やはりむやみに騎士としての権限は使うべきではないかと。なるほどね。悪かったわアリス。あなたが決めたことなら私もそれを支持する。もちろん私もです。他の方法を考えましょう。キリト君、何かいい方法はない？頼んでダメなら侵入するしかないだろう。あんたね、そんなの論外よ。やっぱりここで待つしかありませんか？そうね。もしかしたら馬車の出入りが確認できるかもしれないわ。見てください、邸宅から馬車が出てきます。ちょっとアリスさん、静かに。失礼しました。こうもうまくいくとは思わなくてつい。一体どこへ向かうんだろう。思い切って呼び止めて中を確認するか。そんなの良くないよキリト。ユージオの言う通りです。今の私たちに貴族の馬車を止める権限はありません。分かったよ。とはいえ馬車を見送るためだけにここに留まっていたわけじゃないだろ。そうだね、後をつけてみよう。頼む。ええ。いい加減足で追うのも辛くなってきたな。この程度で弱音を吐いている場合ではありませんよ。今のは魔獣の鳴き声みたいだね。かなり近かったな。警戒しよう。キリト、前を見て。まずい、みんな馬車を守るんだ。
行きます。次頼んだよ。今ので全部か。うん、そうみたいだね。馬車の様子を確認しよう。キリト君、御車の人はもう間に合わなかったか。お兄ちゃん、何か聞こえない？馬車の中から聞こえるわ。オーレシアン家の人かしら。中に入っている人の安否を確認するためだ。馬車の中を確認しても問題ないよな。ええ、もちろんです。君たちは。お兄ちゃん誰？もしかしてこの子たちって失踪した子供たち。よかった。急いで子供たちを村へ連れて行こう。ありがとうございます。こうして再び我が子に会えるなんて。ありがとうお兄ちゃん。本当に何とお礼を言えばいいか。偶然見つけられたようなものですから気にしないでください。しかしなぜ貴族の方が子供たちを。それについてはこちらで追って調べてみます。何の騒ぎかと思えば貴様らか。あなたは。ふん、この子供たちは迷子になっていた子たちか。この子たちは迷子じゃなかった。貴族に連れ去られていたんです。貴族に？なぜ貴族が平民の子供など求めるのだ。それは。ふん、とにかく子供が見つかったのであればそれでいいではないか。氷協会からの命により魔獣からは守ってやる。しかしそれ以外は貴様ら親の責任だ。二度とくだらないことで我々この兵の手を煩わせるなよ。相変わらず嫌味なことを言いますね。気持ちは理解できるよ。でも全ての貴族がああいった性格なわけじゃない。ええ、もちろん分かっています。あのどうしました？馬車から見つかったという子供たちはこれで全部なのですか？はい、そのはずですが。その足りないんです。いなくなった子供たちは他にもいるんです。なんてこと。キリト、もう一度オーレシアン家の邸宅に戻りましょう。ああ、他の子供たちがまだ残されているかもしれない。人がいる気配はありませんね。遅かったか。私たちが戻ってくることを予想して邸宅を出ちゃったのかもしれないね。でもいくら貴族とはいえ自分の邸宅を手放して勝手に移動するかな。それを言うなら貴族とはいえ子供の誘拐なんてしないでしょう。ああ、そもそも子供を連れ去るという発想には至らないはずだ。誰か地位が上の人間に命令されたってことかしら。
誘拐を指示って、なんでそんなこと。誘拐をしなければいけない状況に陥っているか、誘拐を正当化する理由を持っているか。とにかくオーレシアン家の人間を追いましょうよ。つまり。ええ、